情けねえな。シルクがいないとその様かよ。え、イノシシさんよ。ありがたく思いな。戦友のこの俺が引導を渡してやるんだからよ。うまかったよな、戦の後に組み交わした酒の味は。貴様、どこのどいつだ。邪魔立てする奴は。無事か、メリア。兄上。カリアンさん、こいつはザンダの巨神の手下だ。シルクはこいつに背中から撃たれたんだ。それは本当か。行くぞ。だがここまでだ。いかにテレシアといえど、これだけのハウレスの部隊、遅れは取らぬぞ。威勢がいいのはいいけどよ、ちったてめえの足元を見た方がいいぜ。あ、てめえらの運命すっかりと忘れちゃいねえかいなあ、ローランよ。な、ローランだと。そなたも関係しているというのか、ローラン。殿下、純なことは結構だけどね、それだけに滑稽なのよ。ほんと御しやすかったわ、あなたもソレアンも。な、なんだこの光は。それは巨神が破壊と再生のために放出したエーテルの粒子よ。どうなるんだっけね。これだけ濃度の濃いエーテルにさらされたハイエンターは。まさかお前は。目覚めなさい、私の可愛いしもべたちよ。あれはテレシア。おのれローラン、兄上を離せ。勘違いしないでよ、ハイエンターはこうなるために生まれてきたんだから、私のせいにされてもね。どういう意味だ。言葉のまんまだぜ。ハイエンターってのはな、巨神再生の際邪魔な生命を刈り取るためにザンザ様が作られた種族なんだよ。その体のうちに時が来たらテレシア化する因子を組み込まれてな。バカな、そんなことが。そうなのだ、メリア。だからこそお前は我らの希望だったのだよ。アニュー。そうさ、ホモスと混じるとどういうわけかテレシア化しねえんだよな、これが。ま、しねえやつはしねえやつでテレシアで勝っちまえばいいってな。お前の存在価値なんてそんなもんだぜ。さあ刈り取れよ、かわいい妹をその手でな。お前に思いを背負わせて。何を言うのです、兄上。だが私とて後期に生まれたもの、お前を背負った宿命、肩代わりすることぐらいはできる。しぶてえ兄ちゃんだな。往生際が悪いこと。父の望み
ハイエンターの未来託したぞ。シルク殿と共に。落としなさい、テレシアたちよ。リクソン。分かったな。